こちらね、これ VTuber になりたいんですが勇気が出ません。バトルという名のエルコさん、これね、軽く話すと、あのね、これ VTuber 結構楽なんじゃないかって思われるんだけど、全然楽じゃないよ。あの、わかんない、あの、人によるかもしれないけど、まあ、例えばホロライブルシアたちは結構みんないろいろ考えてるのよ。そう、なんだろう、でも楽しい、配信中はすごく楽しいよ。楽しいけど、一日がずーっと配信のことよ。うん。その覚悟があるのであれば、やればいいと思う。あの、ルシアもう2年経ったんですけど、もう2年間ずっと配信のことが頭の中ですね。あの、テレビ見る時間もない。あ、テレビ見るとしても、なんかルシアの場合、コミュ力がなくて、トーク力もないから、お笑い番組を見たりしてる。そう。サイン書きで、サイン書きも、そうそう、あと、リスナーちゃんのことをよく考えて、行動したり、やりたいことを決めたり、プレゼントとか、企画とか、あとなんかグッズとか考えるから、で、サインもね、手書きっていうものがあって、ルシアはね、3000万、4000万をかけるけど、懸賞になったから。うん。まあ、できる人、でも無理は絶対しちゃいけないからね。しちゃいけないから。本当にね、すごいよ。あとね、悪口も言われたりするしね。ひどい、あることないこと、ひどいこと言われたりするし、晒し物にされたりするし、あんまりね、安易な気持ちでね、やらない方がいいよ。覚悟があるものがせよ。そう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 。己をね、もう己を強く持たれるものがせよ。どれだけ傷ついてもいいか、どれだけ刺されてもいいか、そしてな、もう一つ、いくら頑張ってももう、何としてでも、こら、ルシア殺す、絶対に殺すっていう人がいるんだよ。こいつだけを殺してやるっていう人が何度も何度も立ち上がっても、オラオラってやってくるんだけど、そこに何度も立ち向かうんだ。そう、戦ってるけど。でも、みんながいるから大丈夫。みんながいてくれたら大丈夫でーす。だから君もね、頑張ってね。そう。頑張ってね。そうそうそう。辛いことがあっても、信じてくれる、リスナーちゃんたちをね、あの、大事にするんだよ。いや、でも、ルシアもクソ雑魚メンタルだったからね。そう。ほんとクソ雑魚メンタルで、めちゃくちゃ最初1年間とか減らてたから、配信の始めにさ、今日は情緒不安定じゃないのって控えてたしね。配信しょっぱな、うん。元気に喋っても、なんか今日も情緒不安定だね。今日も情緒不安定だね、言うな。そうだよ。頑張ってね。頑張りすぎず頑張ってね。うん。痛っ。